ライフ、世界を変えた100枚の写真は、アメリカ合衆国のグラフ雑誌、ライフ氏の編集部が選定した、世界に変革をもたらしたと考えられる写真100枚を収録した2003年の書籍である。このプロジェクトは、2003年に、ライフ氏のウェブサイトとオンラインマガジン、デジタルジャーナリストに投稿された、写真は、文学と同じような歴史的効果を生み出すことが、できるか、 という質問から始まった。この質問は数週間にわたってウェブサイト上で公開され、訪問者が自由に回答できるようになっていた。ほとんどの回答はこの意見に賛同するものだった。しかし、ドキュメンタリー写真家の女子は春にはこの意見に反論し、写真は間違いなく私たちを鼓舞することができるが、文章はどんな写真よりも想像力をより深く、 刺激することができる。写真の内容は、そのフレームの中に存在するものに限定されていると、述べた。ライフ氏の編集部は、写真の影響を及ぼす性質と、それが限られたものかのか広大なのかについて、いくつかの解決に到達するためだけであれば、世界を変えた写真のコレクションは熟考する価値があると、判断した。一般の人々から受け付けた、ノミネート作品の中から、 編集部によって100枚の写真が選定された。選ばれたのは、写真の技術の成果を表現した、写真、歴史的な出来事や成果を記録した、写真、文化的なアイコンや象徴的な地位を有する写真である。ロバート・サリバンと、写真編集者のバーバラ・ベイカー・バローズンが編集し、タイムホームエンターテイメント社から出版された。2011年8月9日に改訂版が、 発行された。作品は4つの主要な章とそれに付随する3つの小説に分かれている。主要な章は以下の通りである。3つの小説は以下の通りである。収録されている写真の中には、王将帝が1937年に撮影した、上海南駅の赤ん坊のように、より大きな出来事と関連付けられているものもある。この写真は、 第二次上海事変の上海爆撃を代表するものである。その他の写真は、ロジャー・フェントンやアレクサンダー・ガードナーのクリミア戦争や南北戦争の画期的な記録など、より大きな歴史的コレクションからの抜粋である。写真の余白には、それぞれの写真の状況的背景や、その写真が演出されたものであると非難されたことなどが、記されている。 この本に掲載された写真の一部を以下に挙げる。ありがとうございます。